はいどうも、ビーモリです。先日僕がプロ野球スピリッツを始めたというね、まあお話を動画でしたんですけども、まあちょっとね、プロスピード4、まあゲームをだいぶ進めていきまして、エナジーがついに250個も溜まりました。はい、V ロードを回しまくってね。エナジーが250個溜まるとどうなるか。このエナジーが250個溜まると、10連ガチャが引けちゃうんですよね。10連。まあ、10連ガチャっていうのはまあ普通の単発ガチャよりも、まあいろいろ得点が、ついてくるという、まあ、お得なガチャでして。しかも今回プロスピエースを初めて僕初心者なんで、まだログインしたてのもう新規ユーザーなんで、もう新規ユーザーだけのために、スタートダッシュガチャというものが、コナミさんから用意されております。はい。まあ、本当にスタートダッシュできるのかってね、ちょっとまあ半信半疑なんですけども、こちらね、10連ガチャを回したら、まず S 確定。うん。絶対1選手は S 確定なんですよ。まあ、それ結構ね、他の10連ガチャでもね、よくあることなんですけども、ここからがスタートダッシュガチャのもう、驚くべきところ。なんとね、この S ランクの選手が、自チームの選手なんですよ。自チームの S ランクの選手が絶対1人確定で出てくるんですよ。これはね、やっぱ魅力的ですよ。特に僕にとっては。まあ、今回ね、やっぱ僕オリックスファンということで、今回チームとしてね、オリックスの純正を目指していきたいんですよね。純正というのはもう、そのチームの、まあ、パーティーの選手、全部オリックスの選手。もうオリックスの選手しかいないっていう状態なんですよね。まあ、もちろんこの純正にすることによって、まあその戦力が上がったりとか、コンボが多くなったりとかっていうのがあるんですけども、まあやっぱオリックスファンとして、オリックスだけで揃えたらやっぱなんか気持ちいいじゃないですか。ね、OB 選手とかも交じったらもうドリームチームじゃないですか、もうそれはオリックスの。で、この自チーム S ランク確定ガチャって本当にだいぶありがたいんですよね。でこの自チームの S ランクの選手でね、まあ、ラインナップが時期も違うんですけども、今回やっぱり強い選手を引きたいじゃないですか。それはね、能力の高い選手を引きたいですよ。まあ今で言ったらまあ山本由伸選手とか吉田正尚選手あたりを引きたいな。いや正尚選手欲しいな。うん、プロ野球スピリッツってやっぱバッティングゲーやからさ、やっぱ打てる選手欲しいやん。で正尚選手ちょっと狙いたいね今回は。まあ、こんな感じでまあラインナップが今の選手ですね、これあるんですけども、 S ランク山本選手、もや選手、松井選手、松坂選手ね。やっぱ松坂選手欲しいな。これは小島選手もいるけど、10連ガチャいきますよ。いきます。スタートラッシュですからね、マジで始めたばっか。いけ、光の中から現れた短期決戦の鬼。なんか演出も変わったな、だいぶ。よいしょ。ブランコ、ブラッシュ、ブランコって言っちゃった。あるもんって、怪人、怪人ばっかりや。来た。うお、S や。自チーム確定の S が出るんですけど、それプラスでこの S の岡本和真に出てました。あんま出んからな。プロスピマジで渋いからな、ガチャ。あ、A の重信選手来ました。A でかいで。今回式いいぞ。来た、来た、来た。お、斉藤選手、A、お、今回いいぞ引き。どこ斉藤、ああライオンズか。で9、はい、で次ね、これ次10番目で自チーム確定の S が来るんですよ。さあ緊張の一瞬、そこへ。よっしゃー、シャッター。よっしゃー、よっしゃ、おおっよし、おおなるやん。シーズンのやつやろこれ。やった、やったやったやった。乗るくん、えぐもう常にミートパーシー。えぐなんと同じさ、これは最マジで、これは最高のスタートアッシュが切れたな。やっぱ苦労してきた甲斐があった。コナミ最高、もうコナミ愛してるわ。コナミに一生ついてます。マザーパル